あ、ダメイナさん、はい、九州のダメイナさんです。あ、これ、まあ、こっち、まあ、まあ、もう、ゴーさん一応進行で、はい、では、はい、また強プレイヤーの試合から始まる B ブロックですが、さあ、アチョー大会ではちょいちょい組んでいた2人ですが、注目の試合ですけど、あ、いいですよ、どんどん口プレイしてもらって、まあ、お互いガチキャラですね。まあ、津田の戦略はいつも通りジジイで暴れてナゴルルで守るっていうですが、今回は、まあ、たまにスタートナゴルルを出してくることがありますが、今回もナゴルル先手にそれに対してイオリ、しかしイオリを見てからでしょうか、ジジイの交代、イオリはまあタイミング間違えなければ飛びからの二択は探しで拒否れるっちゃ拒否れるんですけど、ただ結構やらしいタイミングで仕掛けてくるんでね、さすがにテンプレ通りの攻め方はあまりしてこない。そう、ここの受け身狩り、受け身が動いちゃダメなんです。さあ、なんか漏れて画面端、なんだ今のは、天然芸で GG が死んだ。早い、裏だったがここは重なっていなかった、ガードしてからナコルル画面端だが結構やらしく攻めてる。なんか漏れて、しかし着地の隙も意外と少ない。交代するが、ホタルの回復待てるのか、これ一回激闘食らっているから、もう赤もだいぶなくなっているけれども、ガーキャンの、ロジビーかワンコンボ、そしてまた回復していけないけれども、もうよりも品種なんで、とりあえずホタルに交代、交代力はもうわからなくなってきた。今度は逃さない、天然ゲームでしっかり出て、今の駒投げ失敗か、今の連撃中でごまかして白勝利、きっと会えるよね。こっちが丸か、はい、で次の試合、金田さんとアメモリさん、金田さん、はい、ではじゃんけんして、まあ、ガロー勢からの参戦ということで、いやでもガローのテリーとしては全員と引き及んでいますが、半蔵テリーというちょっと渋めの戦キャラ、金田も半蔵とキムですね。はい、マクテリー対ハンゾー、これも結構やはり手裏剣がなかなかいなしづらい、しっかり落としに行くが、今の相打ち弱で出す、まあ、飛び道具で対抗できなくはないんですが、しかし中距離で差し合う、ここは落とす、ヤズレッコでハンゾー漏れた、画面端投げて裏回りからここは禁止だと若干安定しない、小足からのアサルト狙うが漏れた、断交断で反撃、まだアサルトは入っていない、お互い交代して
純に立ち回りだけを見れば反動が有利ではあるんですが、結構丁寧にやらないと一足で簡単に剣を飛び越えられてしまうんですが、行ってる間に画面端投げ抜け誘った、壊すから放脚、反動が瀕死だがここはスカッチ投げ、出現点は裏だった。もう一発中央に向かって、しかしもう画面端投げて入ってかした、タグ捨てから5番ねじ込んで放脚、金田勝利と。なかなかのお手前で。で次がダムイノさん。ダムイノさんとシロさん。はい。さあ今度は九州からの参戦、ダムイノさん。結構 B ブロックはね、いろいろと面白いメンツ揃ってますね。今の絶対鳴神さんだとなんか叫んでおりますが、まあ先ほどちょっとの試合ダムイノさんとはしましたけど、だいぶキムが違うそうです、違うと言い張ってますが、先ほどやった感じだと結構キムの方はなかなかいい距離感と勢いで言えると結構持っていかれる可能性は、中段が漏れた。さあ比較的ホタルに対しては立ち回りしやすい K ダッシュですが、逃げジャンプでしっかり置いてた、追撃まで入れていく、ガーキャンするがちょっと間に合わない、しかし画面端を出して電撃中に隠してからの5番アサルトを差し込む、しかしまだ K は引かない、まあ、大して体力も減ってないけど、ただこの状態で小技が入るとやっぱりいい具合に赤を持ってかれちゃうんですよ、蛍相手だと。一時も気が抜けないですが、ちょっと画面端が深くなってきた、追撃はちょっとミスってしまった、出現点外を奪った、さあ画面端の固めに行くが、シールジャックに、白のなんか中途半端な連携って言ってたら交代が漏れた。水道士さんが、ああ補正切り、投げは投げで、そして K が投げる中段、もう一発いったか、現段で距離、画面端を出して中段、もう一発、今度は下段から中段、なかなかいい旅の鍵からですが、しかしやはり一発一発が良いので、この状況を打開するには投資円が腹っこパン残り空中作業ですね。追撃は出さずに何かあの方向揺さぶったんですか。はい、白勝利ですね。じゃあ白選手が勝利で、はい、そうですね。じゃあ次は須藤さんと金田さん。ジャッケンスワンピース。ゲームオーバー。さあ先ほどの試合でなかなかうまさを見せていた金田さん、まあ、大会上位常連の須藤にどう戦うでしょうか。まあ、組み合わせが組み合わせないで結構またこれもあっという間に決まりそうな感じをするんですが、どちらも攻めキャラと守りキャラっていうような感じの組み合わせですね。しかし初手は攻めのターンに対して守りの反動、これもやっぱり反動は空中に居やすいキャラなんで、なかなか激闘は見せづらいと思ったら当たってしまった、しかもこれはまずい当たり方、
50、まだいく55ヒット、はい、まだ15カウントぐらいですが、もう無視人気ですね。交代ジャンプ D からまた連打してた、ここはさすがにちょっと安かったが、また危険な当たり方、これもまあ50ぐらいいったんじゃないですかね。コマ差し込むが、ここはコマミス投げを見てる、最後の結構ハメハメハッガードしてしまう、しっかり削ってきた。2連戦は表からの結構コマ差し込むヒット、さらに相手が逃げるのも読んでいた、対空撃法で通道勝利、あっという間でしたね。やっぱ開幕でタンで一気に入ってしまうと早いですね。さあ、じゃあ次は雨森さんとラムドさん、はい、じゃんけんして 1P と 2P お願いします。ゲームオーバーまあね、タンがちょっと荒らします。誰かなんかかなりのことを書かれてますけど、メモリー、テリーハンゾーに対してこちらはちょっとキャラを変えてきた、ハンゾーキム、またハンゾー同士になりますが、ノーエスケープファイト、なかなかやはりハンゾー相手に有利に、初手で有利に戦うイメージっていうのは持てないんですが、裏からのめくりに対してはしっかり勝利を重ねて、もう一発重ねる、これは繋がらないんです、間違えてしまった。さあ、アサルトを返して反動同士になるが、ダメな反動を引いてキムが出てくる、この強化して放却、さあ、1000キロ狙ったかちょっと遅かった、投げつかりに変わったら差し込んでもう一発、しかしテリーの体力もそろそろ回復し始めているが、アサルトを入れていく、まあ、そうです、今の場面攻撃でもしかしたら殺せるか殺せなくても削り切ってたかもな、回復上りジャンプキー、まあ、このゲーム一周でジャンプがあるので、おお残りの早出しの耐久なんかは結構強いんですが、ガードフのさすがにこれはさすがにこれは知らないでしょう。今流星落のかかと部分の重量を当てるとガードフの音になります、はい、まあ、その発見者ということで出ていただきます。ここも暴れて、さあまだ残ってはいるが、体力はかなり大きく流れている、しかしハイパーチャージの投げ結構痛い、ここは2つだ、弾道弾は出ない、もう足の反発確認からの弾道弾、しっかり見えていた、投げてさあ回復し始めてちょっと巻き返してきたが、しかし垂直ジャンプからの攻撃、裏からの削りに行くがまだ殺しきれない、なんとか交代してゲザーがなんか漏れた、中段ちょっと早かった、バンドを押し返して投げに行ったがちょっとほら動きにした、さあ画面端っこ差し込みから、さあ時間がないがちょっとわからなくなってきたぞ、ゲザー放すが無敵はちょっと足りなかった、タイムアップでダメヨさん勝利、はい、じゃあ次はシロさんとじゃあ金田さんまだある、
藤さんと金田さん、じゃんけんで 1B、2B。 ゲームオーバー。白はちょっとキャラ変えてきた、昔の白チームやり替えで壊し見てから青龍余裕でした。嵐ガードは間に合います。ノーエスケープ。開幕ことづき、まあでも結構読まれさえしなければ割と理にかなってはいるんですよね。一回離されちゃうと寄り側結構きついので、開幕からしっかり寄っていって壊しから壊し、立ち火からのアサルト。反動が効いてキムが出てきて、コパン3点からの放射線勝ってしまったが、この足から投げにくはここ抜ける。しかし画面端ガーディアン交代で、しかしまだ2ゲージ残っている。2ゲージ持ちの楓にコマ投げを食らい、ハイパーチャージの青龍しっかり追撃まで。股間から投げに行ったが、何が見えたのか弾きが置いてあった。すごいな、さあ初の連携からのゲージが溜まっていた。もう一発青龍、そして空中飛び道具で削り殺す。 You win! はい、もう終わりかい。これで白さん3勝なのでほぼリーチですかね。じゃあ次津藤さんと雨森さんがまだですね。じゃあ津藤さんと雨森さん、はい、ほぼまあ1位通過が白さん、ちょっと2位がまだごちゃついてる感じで、かなりこの後の試合が鍵を握りそうなんですけど、そうですね、この3勝してしまった状態、かなり優勢な状態で、さて開幕またジジイ対反動ですが、ジジイはやっぱり非常に自宅に付き合っちゃうとやっぱりどっかで当たってしまうので、今でもそうなんですが、ジジイはやっぱり触らせちゃダメなんですね。しかしそこは結構やはり実戦経験も豊富なので、なかなか押し引きが分かっている都道のジジイですが、ジジイ暴れ、まあ、またいい具合に体力なんですね。結構にひよって交代しちゃうとそこを狙われてしまうんです。しかしバスタウルを放して投げ返す画面端、ジジューは待てに、ジジューは休みに返していって、そのままグリグルけれども、ジャンク暴れ、しかしガーキャンの6-6投げに行ったらスコアバック、しかしまた蹴飛ばす、隠してからでしょ、投げ、さあテリーが死にそうだが、アンヌが入ってテリー沈む、出現点は裏だったが、フォアガード、あ、今のフォアスから狙いに行きましたね。目の付け所はいいんですが、ちょっと届かなかった。激闘に対して今日の交流班返したので、まあ、それでもかなりのバッテではあるんですが、まだあるが、もうからの弾道弾、さあ GG が死にそうだが逃げてしまう。
結構いい動きをしている半蔵だったが、ちょっと壊したのか、ゴーが漏れてしまった。反撃もらうが、しかし投げる。なかなかジャンプの軌道が高いんでね、コリアハでも結構落とすづらい。ありがとう、ママ母。はい。じゃあ、須藤さんと、ラムイノさんと、須藤さんと、カミラさんで。お願いします。ダムイノさんと金田さんで。ゲームオーバー。さて、どちらもチームを要してのチーム。相方は K ダッシュと半蔵。またこれも、まあ、守りと攻めとって感じですね。そして初手のキムはどちらもオンゾーン。No escape。 さあ、どっちも結構アサルト入れるにはちょっと一つ一つが不正だったりしますが、これゲージがなければ K 有利だけど、ゲージがあると弾鉱山で貫通されちゃうので反動が有利かなっていう印象ですね。弾鉱山の連鉱山だとやはり K のパーチ連打で逃げられちゃいます。さあ、めくりから本当は小判3発か2発当たりからアサルト2点ですが、しかし壊し体が少なかった。まあ裏当てだったのが良かったんでしょうか。しかしこちらも関節性のコパンからのアサルトをねじ込んで5分戻す。しかし先に当てた側のエキの方がハイパーチャージの時間は長いんだなと漏れた。反撃入れて交代キム同士。緑のキムがダムイノ、白キムがカネ。隠してからの差し合いだが、投げはちょっと遠かった。隠して押し付け合うが、ここ差し込んだのは彼だ。なかなか決定打が入らないが、しかもお互いゲージもたまりない。ケインに交代して、交換上がれか。ジャンディーからしっかり準備して原点1球と当たる。さあ、お互い体力は5分ぐらい。球の打ち合いで K の方が寄っていくが、 K が追って忍者が逃げる。しかし絆切りガードされてワンコンボ画面端。半蔵死にそうだが、中断ちょっと早かった。でも中断。早く捨てから壊し差し込んで、しかしゲージはない。なぜか中央に投げる。壊し差し込みがやはりちょっとゲージがなかった。8角1だが、ここはしっかり受け身取っている。三空がお互い漏れるが、裏だったか、ちょっと遅かったか。タイムアップ。 You win。 ダミーノさん勝利ですかね。はい、ダミーノさん勝利。じゃあ次は、じゃあシロさんと雨森さんでお願いします。ゲームオーバー。これだったらシロさん全勝で予選通過ということで、結構予選強いんですよね、白さんは。予選全勝通過って割と見るんですよ、白さん。まあ、ぜひちょっと止めていただきたいところなんですけど。ダムイノ
しい。日和に相方の今日投入。開幕ことづきはいかなかった。しかしやはりジャンプからどんどん寄っていって画面端に持っていく。ここはしっかり落とす。あれ鉱山に噛み合ってしまって今の ADA を見せる。さすが悪い意味で期待を裏切る。鈴風から普通のアサルト入れて投げがなんか漏れて出そうとしたけど、まあ結局普通に殺しに行って反動が進む。投げ投げ、もう一回投げる。ここは隠してから暴れていた。また今日3発目、今度は出た。しかし別に意味はない。なんか今カクカク動いたけど何しようとした。じゃあシロさん勝利で全勝でこの B リーグ1位通過ですね。おめでとうございます。じゃあこのリーグ最後の試合ですね、都道さん対ダムイノさん。そうっすね、これ都道さんが勝つとこのまま都道さんが2位通過なんですが、ダムイノさん勝つとダムイノさんが2位通過ということで、2位をこのまま決定戦をという形になります。お互い頑張ってください。さてこれ一度九州遠征の時にやってるんですかね。ジーとチェルミン、結構どっちも攻めキャラですが、さてどうなんでしょう。もうこれ2位決定戦なんで負けは許されないですが、あら結構やるんですね。しかし開幕はやはりジジイ、ジャンプから打ち続けている。が入って体力が3割、ガーキャンで押し返していくが、またそれをさらにガーキャン、ガーキャン激走。しかしこれはちょっと浅い、残った飛びからまたなんかうやむやに激走が入って、早くも K が沈んだ。そして K が沈んだところでテレビ登場、3分漏れたところにこれはコンボ。重ねからの壊し、これがつながる。そしてシェルミーが進んだ。出現点は重くなったがコアガード投げる。しかし重ねにはいかない。キンキーを重ねて壊しからの放脚、さあ上がらなくなってきた。体力逆転して託してしたがまた投げる。さあまたキンリーを重ねる。逆転勝利。ふう、なかなかのお手前で。はい、というわけで須藤さんここで、予選敗退ということで、ダムイノさんですね、九州のダムイノさんが2位通過ということになりました。ありがとうございます。はい、というわけで B リーグ1位通過シロさん、2位通過がダムイノさんという結果になりました。じゃあ次 C のリーグ